こんにちは、エバトタケシです。今回は、なぜ親に対する怒りは、恨みや憎しみに変わりやすいのか、というテーマでお話ししていきたいと思います。<laughs> 通常、人間は人間が好きです。基本的に、私たちは人間を仲間だと思い、人間がいると安心するようにできています。なぜなら、 人間が人間に好意を持たなければ人類が絶滅してしまうからです。私は人間より虫が好きです。私は人間より虫と一緒にいることを選びます。という人ばかりになってしまったら種を保存することができなくなります。私たちは人間のことが好きだから次の世代に命をつなげることができています。私たちは人間のことが好きなので 人間に近づきたくなりますしかし人間の中には攻撃的な人がいたりするのでそのような人に近寄ると傷つけられてしまうことがあります好きで近寄っていた相手に傷つけられるとこの人は危険だから近寄らない方がいいと警戒するようになりますしかし私たちは人間のことが好きなので放っておくとそのような危険人物にも近寄りたくなります そのような相手に近づくと攻撃されて傷つく可能性があります。なので、そのような人と距離を取るために人間が好きという気持ちを何とかしなくてはいけなくなります。そこで私たちがよくやるのが相手を嫌いになることです。この人は私を傷つけた。だから警戒しなければいけない。そのためには相手を嫌いにならなければいけないとなります。そのような状態になると 相手の荒探しをするようになります。相手の細かい言動にも注目し、ここがあの人のダメなところだ、ここがあの人の悪いところだ、とあげつらうことで、相手のことを嫌いになろうとします。相手の欠点や短所をたくさん見つけ出し、それらを嫌いになればなるほど、相手に近寄りたくないという気持ちが強くなり、自分を守ることができるようになります。 好きという気持ちが強くなるほど相手との距離を縮めたいという思いが強くなります。相手を好きになればなるほど相手に引き寄せられる力が強くなります。なので大好きな人が危険人物だと分かった時その人から離れるためには相手のことを思いっきり嫌いになる必要があります。例えば子供は親のことが大好きなのでそんな親から離れるためには親に対して ものすごく強い怒りを感じる必要があります。大好きな親から精神的距離を取るためには、親に自分の人生を無茶苦茶にされた、絶対に許せない、一生恨み続けてやる、というぐらい相手のことを嫌いになる必要があります。大好きな恋人が浮気をしたとき、私を裏切るなんて絶対に許せない、もう絶対こういうタイプの人間とは付き合わない、と激怒することで、 相手に引き寄せられないように自分を抑えることができるようになります。親や恋人や配偶者に対する怒りが激しい恨みや憎しみに変わりやすいのはそれだけ相手のことが好きだからです。好きという気持ちが強いから相手から距離を取るためにはその分嫌いという気持ちを強める必要があります。嫌いという気持ちは自分を守るために 自分で生み出した感情です。相手から攻撃されないために、意図的に相手を嫌いになっている、自分を不快にしている、ということです。なので、相手のことを嫌いになろうとしなければ、相手を好きなままでいることができます。しかし、ただ相手のことを好きでいると、相手に引き寄せられて攻撃されてしまう可能性があります。なので、相手のことは好き。でも、このまま一緒にいたら、 傷つくことが多くなる。一緒にいたらお互いが成長できなくなる。だから距離を取った方がいいと考えることが大切です。親のことが大好き、恋人のことが大好きと認めた上で、でも私は自分を大切にするために自分が傷つけられない距離を取りますと決めることで、人を嫌いになるという負担を背負わずに済むようになります。 相手のことを嫌いになり、相手から距離を取ることができれば、自分を守ることができます。しかし、嫌いという感覚はとても不快です。誰かを嫌っていることが多くなればなるほど、嫌な気持ちになっている時間が増えることになります。人生とは、自分が生きている時間のことです。なので、人を嫌って嫌な気持ちになっている時間が増えれば増えるほど、人生の質は下がってきます。 貴重な生命時間を人を嫌うことに費やすのはとてももったいないことです。自分を幸せにするためには人を嫌っている時間を減らす必要があります。人を嫌うよりは人を好きになっている方が人生が楽しくなるはずです。好きだった人を嫌いになるためにその人と過ごした時間は全て無駄だったと自分に思い込ませようとすることがあります。過去の素敵だった時間を つまらない時間にすることで自分の人生の質を下げてしまうことになります。一緒にいて楽しかったことや嬉しかったことはそのまま記憶しておいた方がトータルとしての人生が豊かになります。私たちはもともと人が好きなのだからあえて人を嫌いになることで自分を苦しめる必要はありません。人を嫌わない、人を好きであり続けるという あなた本来の温かさを維持しながら、でも私は次のステップに進んでいきたいんですと決断できる強さを身につけていきましょう。どんなことがあっても人を好きであり続ける強さと必要であれば好きな人から離れることができる強さ、好きな人から離れる時の痛みを引き受けることができる強さを持ち続けてほしいと思います。今回も 最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。